ネバーセネバー考えるキックボクシングを推奨する TKICKS チャンネルです。お願いします。はい、ということでですね、今日はですね、昨日アップしたね動画のコメント欄にですね、コメントをいただきました内容で、まああるね、YouTube チャンネルでフックローの、ね、コンビネーションの解説をしてね、でそのフックコンローのコンビネーションをやって、まあ、ローはね必ず入るよっていうねコンビネーションらしいんですけども、それがねなかなか入んなかったっていうね、これは何でですかっていう、まあ、コメントがありました。うん、まあ、それについてねちょっと説明をしたいと思うんですけども、まずねその動画がねどんなね、動画なのかなってちょっと分からなかったんですけど、多分、まあ、これじゃないかなっていうのがあったんで、まあ、それをねちょっと見たんですね。でまあそれを見ると、まあ、要するに、フックの、ローのコンビネーションの中でフックを打つときにその前足にね体重かけさせるようにねフックを打って、ね、それでローを、そうすればね、前足に体重かかるんで、ローが打ちやすいっていうね、話だったかなと思います。うん。はい。まあ、それについてはね、別に間違ってもないし、で、まあ、コメントいただいた方も、まあ、どういうふうな感じでね、それができたかどうかっていうのはちょっとわからないんですけども、ただまあ、一つ言えるのは、このまあ、前足に体重かけさせるようなフックっていうのは、相手が、基本的に初心者であればやりやすい、もしくはまあムエタイでガード硬い選手だったらやりやすいかなっていう感じでも、まあ初心者の相手だったらやりやすいかなっていうところだと思うので、多分その動画のチャンネルは初心者向けのね内容で、まあそれがね全てそれでねできますよっていう話じゃないとは思うんで、まあそこはねうまく柔軟にね、捉えた方がいいと思います。でまあ、TKICKSチャンネルはね、こうやれば必ず入るっていうのはあんま言わないですね。必ずないんで。で、まあ、唯一あるとしては、プレミアムチャンネルのですね、必ず入る、距離のね、誤認をね、利用したコンビネーションってあるんです。それは必ず入るんですね。必ず入ることないですけどね。でも必ず入るんです、それは。まあ、それは置いといて。で、まあ、そのね、まあ、理由を少しそのフックローが入んなかった理由をちょっとね、説明したいなと思います。はい、ということで、まずフックローのコンビネーションで、まあフックでね例えば前足にねこう体重かけさせるとしたらですよ、どういうふうになるかって言ったらステップを使わないタイプの選手がフックでこうなんなきゃいけないですよね。もしくはフックをね結構奥の方から言うと結構インしてるんで、そのインしてもここにとどまってるってことは基本的には初心者だと思うんですよ。フックを打って、まあ、ロングでも結構奥の方に打ったとしてですよ、結構インしなきゃいけないんですよね、ステップで。それを見て固まってるっていうことはまあ基本的に初心者なので、だからあの動画で言うと初心者に対する、まあコンビネーションですよね、入るよと。というかまあ普通にですよ、フック打った時バッて奥の方フック打ったとしたら、まずはバックステップやったり回ったり来た瞬間にジャブ合わせたりガードスインしても前から来てるんで下がりながらこういうふうにするんで重心が多少後ろにあるんで足を上げやすいんですよ。なのでフックローはあの感じだと、まあ、初心者は入るかもしれないけど、まあ、中級者以上、まあ、プロまでにねあれやったら必ず入ることないと思います、うん、初心者向けだと思います。だから初心者相手がね、相手が初心者で固まってしまうタイプには OK ですね、うん、なのでちょっと前足に手足かけさせるときにですね、プレッシャーかけると自分がですよ、プレッシャーかけると下がるんで、どちらかというと後ろ足に重心がかかるんですよ。ということは前から来たプレッシャーに関して後ろに重心がかかると足を上げやすいですよ、基本的にはですよ。だからそれが前に来てもこういうふうになるってことはステップインに対して体が反応しない、動きができないからその場で固まっちゃうタイプっていうのは初心者ですよね、うん、はい。
あとはだからそういったムエタイタイプで、まあ、あまりステップを使わない場合もあるかもしれないと思うんですけども、はい、なので基本的にプレッシャー、まず大原則でいつも言っているのは、自分からプレッシャーかけるときは奥足、相手からプレッシャーかかるときは前足で、まず基本的な考え方ですね。だから前に行けば重心前に行くから、相手が重心前に行くんで、前に来ていればローキックが入る。逆に自分がプレッシャーかけて後ろに行けば後ろ足重心なんで左足に入る可能性がある、まず大前提でまずこれがあると。あとは足の上げ下げですよね。カットした後に下げた時に行くか、上げた時に下げるか、もしくは前にステップインした時に、アウトした時に上げ下げ上げ下げ、そういったところでローを打っていく。だからもし前もってフックロー、ジャブローが当たらないわけっていうのは前の動画でいつかやったと思うんですけど、でその前にいろいろとフェイクとか、もしくは、まあ前振りですよね、種をまいておいてあるからジャブロー、フックローが入るっていうところもあるんですけども、行き足フックローってやってもなかなか入んないですね、うん、初心者は入るかもしれない、初心者相手は、ね、初心者であれば固まってくれるんで。逆にね、もしパッて奥に入ってきてフック打つ感じであれば、もうジャブでしっかりとまだ牽制してはいけないんですよね。ジャブで牽制したりしてないから奥まで入られて、フックでね、こう曲がったやつでね、奥から打つってのは結構いいにしなきゃいけないんで、まあプレッシャーかけた中でまあ行ったりもするかもしれないですけど、そうですね、固まるタイプだったらいいかもしれないですね。大体まあこういうふうにね、その奥の方にフック打とうとすると、まあ、ステップインしなきゃいけないんで、相手バックステップしますから、基本的にはバックステップすると後ろ足に重心かかって足、前足にカットしやすいんで、ね、うん、だから多分そこだと思うんですよね。だから多分コメントで言った方は、ステップインとかね、前にこう行って、前にこうね、ポーンと入った時に、もう相手はバックステップして、かつもう足を上げる状態になってたから、なかなか入らなかったと思うので、うん、だからまあもしね、その中級者以上が相手だったら、まあ逆にフックローはやめた方がいいと思いますね、うん、その前振りとか種まきはしっかり作る、うん、でもし、まあ、そのフックローを当てたいのであれば、フックでしっかりと相手の近くに行きますよね。さっき言ったようにフックで前に行ったら相手は下がってガードして後ろ足重心、ねね、そこで蹴っても足はねカットされちゃうから、そこで一発ストレートとかまっすぐパンチ入れるわけですよ。パンチ入れるわけです。パンチ入れると、ね、こっからまたね重心が少し後ろに行って、ね、そしてからパンチを返したり、まあ、間パンチを返したり移動したりするので前足がつきます。その時にどうです、うん、だから、まあ、要するにフック打ってストレートローキックっていう、まあこれやったけど前の、1個かませるですね、1個同列をかませるコンビネーションであれば、フックからのローキックまで、フックローじゃなくてフックストレートロー、ね、で入りやすいと思います。ちょっとね、フックストレートローでね、コメントいただいた方はね、やってみてください。ね、フックで、奥まで入らなくていいです。下がられちゃうんで、フックである程度ガードの上をポーン叩いて、で、ストレートを打つ感じで踏み込む。で、ロー、踏み込みますね。ローキックを打つ。そうすると相手はもうパンチだと思うんで、ここからね、ガード逆に言うと、ね、また後ろに下がっちゃうと危ないと思うんで、しっかり逆のこと前に踏み込んでくるんで、で踏み込んでくるからローキックが入るという感じになるので、まあ、フック、ストレート、ローで取ってください。でもそれで多分問題は解決すると思うので、はい、かな、うん、だから、前足に重心を乗せる、後ろ足に重心を乗せると確かに正しいんですよ。ただ、
それがやっぱり状況として本当にそうなるかどうかっていうのを何回もやんなきゃいけないんですよね、うん、やっぱり自分、まあ、相手も、スタイルが違うし自分もスタイルが違いますよね。パンチタイプ、長身タイプ、K タイプ、ね、あのリーチも変わってくるんで、そうだからあの全員が同じものは絶対入らないんで、はっきり言って絶対パンチが入る、ローが入る、カットができるとかって絶対ないんで、うん、そこはね、ちゃんと考えなきゃいけないですね。まあ、理論としては合ってると思うんですよ。重心、僕ら当たり前のもう基本なので、重心がね、かかった方を蹴るっていうのはまあ基本的にはありますけど、ただこれもう一個、重心抱えすぎて蹴ってもあまり効かないんで、逆に言うとね。重心かかりすぎて蹴る。だからこれグーッとガードしてガンってあんま効かないし、パンチ返されちゃいます。だから、置いた瞬間ぐらいがいいんですよね。だいたい足上げて踏み込んだ瞬間。うん、こうなった時にもう入るかもしれないけど、こうガッチリもうね、踏ん張っちゃってるんで逆に効かないんですよ。だから、体重かけるから、蹴りやすいけど効く効かないとまあ別なんですよ。だってローのカットも例えばですよ、ね、カットする人こういうふうにグンって踏ん張ってカットする人もいいじゃないですか。もちろん何発も入れば効きますけど、そうやってカットしますということは効きにくいんですよ。重心グッと踏み込まれ、踏ん張られちゃってね、うん、はい、そうだからまあ多分初心者向けのチャンネルだと思うんですよ、それはね。だからもし本当に実践をやってる人である程度試合とか出たい人とかこれからプロになりたい人とか中級者上級者になってくると、そういったねコンビネーションがどうとかっていうよりも考え方をしっかりとしないと、ね、いけないんで、その考え方をねぜひね学んでください。まあ、学べるのはね TKX チャンネルです。まあ、別にあれですよ、別に他のチャンネルどうとかじゃなくて、とにかく考えることをしないといけないんですよ。考えること、実際それが本当にもしその情報でも何でも、まあ、だから TKX チャンネルで習ったことでも本当にそれが合ってるかどうかっていうのを、まあ、できるのかどうかっていうのを検証しなきゃならないですよね、うん、そうで、その検証するにはだってまあ、本当にできるのがまず重要だと思うんで、やりやすいけど本当にできるのか、あとはまあその人によってやっぱりね距離感が違うんでなかなか難しいは難しいんですよね。一つのコンビネーション誰でも入るわけじゃないんで、そうだからそこはね、こういうコンビネーションを覚えたからとかでやるのはいいけど、それをやっぱり変化していかなきゃいけないんですよ、自分なりに自分のスタイルに合わせて。その考え方をつけるのがこの TKX チャンネルなんで、本当にこの、ね、チャンネル見てそういう考え方の、ね、基本をどん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 ね覚えていった方がいいと思いますんで、ぜひねこれからもね、まあ、そういったコメントすごいねありがたいんで、ぜひ気兼ねなくねコメントしてください。はいはい、ということでですね、まあハウトゥー系のね、チャンネルって多分たくさんあると思うんですよ。で、それをね、取捨選択するのはね、やっぱりリスナーさんがね、すればいいと思うんですけども、初心者向けとかね、中級者向けとか、やっぱりその人によってね、まあ、向けてる対象が違うと思うんで、まあそこはね、しっかりとこう、まあ自分に合ったところ、うん、を見た方がいいかなと思います。で、TKX チャンネルは、まあ初心者の方にも向けのもありますけども、基本的にはこう考え方が多いんで、中級者上級者プロ向けになってますんで、まあ、最初ちょっと難しかったりね、ちょっとよく分かんないことばっかり言ってるって思うかもしれないですけど、ぜひね、まあ自分のレベルに合わせてね、こういろんなものをね見て、判断するのね大事かなと思います。ということで、またね、次回も、何かね、ご質問とかございましたら、コメントにぜひね、お書きください。
あとね、さっき言った TKX チャンネルプレミアムもね、おかげさまで、結構ね、会員さんも増えてますんでね、引き続きよろしくお願いします。はい、ということでね、これで、終わりにしたいと思います。またね、次回お会いしましょう。さよなら。